こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、最近ね、核シェルターをね、本当につけようかなと思ってるんですよ。で、調べてみたら、そんなにバカ高い費用ではないんで、まあ、これはね、リフォーム費用の一部として考えてもいいかなっていうのと、まあ、あとはね、土地の問題ですけども、まあ、うちの家の地下には多分掘れないと思いますので、新しい土地を探してですね、まあ、そこに新しい家を建てるという形で、地下も、この核シェルター込みで作っていこうかなと思うんですよ。それが結構ね、快適そうなんですよ。こちらちょっとご覧いただきます。これはね、国内での核シェルター、確定用の核シェルターを、まあ、施工している会社のホームページなんですけども、下の方って言いますとね、これが核シェルターの多分入り口なんでしょうね。家庭用核シェルターのイメージですとあります。ちょっと下の方に進めてみますと、入り口を通って地下の、まあ、2階に当たるところに行くと、このように快適な環境が広がっているってことになります。これでしたらね、相当の衝撃には耐えるんじゃないかなと思いますよね。で、核シェルターの普及率を見てみますと、驚いたことに、スイス、イスラエル、ノルウェー、アメリカ、ロシア、イギリス、シンガポールと結構普及率高いんですよ。日本だけがポツンと置いてかれて、ほとんどの家庭にはついてないって形になりますけども、このデータ見たことあります？いや、私も噂には聞いていたんですけども、ここまでね、危機意識が低いっていうのは、どういうことなんだろうなと。もちろん、個人的にも、核シェルターまでね、ちょっと思いが至らなかったんですけども、これはちょっと問題だなと思いますね。ちょっとね、スイス、イスラエルなんてのは普及率 100% ですからね、全員が核シェルターを持ってるわけですよ。アメリカだって、自国で核ミサイルを持ってるのに、まあ核シェルターの普及率も高いと。80% を超えてますからね。日本は非核三原則があるからか、なんか、やばい国なんですよ、日本って。狙われやすいんですよ。核ミサイルを持ってる国に囲まれて、しかも反日の国ばっかりですからね、周りは。これは無防備にも程があると。防衛力もないし、なんかシェルターもないと。いいんでしょうか。さあ、日本に核ミサイルが発射するときの恐ろしい現実はこちら。これクリックしていいんですかね。クリックしてみましょうか。うわあ、北朝鮮ミサイル発射、ロシア、ウクライナ問題の国民感情のデータってありますよね。まあ、細かいことは抜きにして、これ文章ね、ちょっと URL つけておきますので、見てください。まあ、とにかく、こんな感じですよ。北朝鮮から6分で、日本に核ミサイルが届くんですよ。ねえ、6分ですよ。ミサイル発射ってのを確認して、急いでね、地下に潜る。しかもそれ、自宅にいないといけないですからね。スーパーやコンビニに出かけていたりとか、職場とか、学校に行っていたらもうね、6分で避難することは不可能ですよ。だって普及率がゼロなんだもん。ね。だから少なくとも自分の家、自分の土地ぐらいには核シェルター持ってないと、生き延びることできないですよね。というよりも、自分だけが生き延びても、その後の生活が難しいんで、結局は普及率が核シェルターとか防衛に関しましては、国民のほとんどが同じように、その意識を高めていかないと、少数の人が生き残っても、その後で生き延びれないってことになりますよね。はい。弾道ミサイル発射。ね、書いてますね、フローチャートが。怖いですね。例えば、午前5時58分にミサイル発射。アラートが4分後になって、2分しか逃げる時間がありません。全員死亡ですよ。どうですか？ちょっと戻りましょうか。怖い怖い。はい、ということでね。家庭用核シェルターの種類ってことで、こういうふうに実際に埋め込まれてるシェルターの入り口を私たちは見ることができますけども、こういうふうに頑丈にコンクリートで囲まれてますよね。地上に作るタイプもあるみたいです。なるほどね。これ実際に作ってるところですね。で、室内を核シェルターにするタイプということで、普段お住まいのリビングを核シェルターにする。これがだから一番現実的なんじゃないですか？地上に向き出していて、普段から使ってるところが、そのままシェルターになるんで、リビングに避難って言ったらね、それでいいわけですから。これはまあ、一番実用的なのかなと思います。核シェルターのコンクリート、厚み30センチ。ぶっといですね。頑丈だ。核シェルターのドアは、こうやって金庫みたいになってます。これでも、開かなかったらどうするんですかね。怖いですね、それも。核シェルター用の空気清浄機。ああ、これがあるから、まあ、大丈夫ということですね。電気の供給はどうなるんでしょうかね、西も。
有事の際、停電が起こることも想定されるため、この装置には手動で空気を取り込むための専用ポンプが付属していますので、ご安心ください。ということで大丈夫です。手動も OK です。ただ、照明とか電気はどうするんですかね。やっぱ地下に隠しシェルター作ると、真っ暗になっちゃうと、これはこれで怖いですもんね。光が全く入ってこない地下だと、ほんと漆黒な闇ですから、何一つ、自分の手のひらすら見えないですからね。ろうそくを灯しても酸素の問題があって、限界があるでしょ。だからやっぱり発電っていうのは考えておかないといけないですね。電池とかでも限界があるでしょうし。はい。核シェルターの施工費用ですけども、メートル単価で70万とか50万とか55万。そんな無茶な金額じゃないでしょ。だから10メートル平米だと700万とか、1000万かかんないわけですよ。で、核シェルターの関連情報ってありますけども、一番最近の更新サイトを見てみましょうか。はい、こんな感じですよね。ロシア、ウクライナの情勢が日本人に核シェルターの需要をもたらす。確かに私もね、あの辺から意識してるんですけどね。そもそも日本で核シェルターが必要なのか。いや、必ず必要でしょ、これは。この普及率見てくださいよ。もうこれは遅れてるというかね、全然意識にも上ってないっていう日本人の、なんか、いわゆるお花畑模様が伺いますよね。日本で核シェルターは全然普及してないけども、やっぱ 100% の普及率の国もいっぱいあると。へぇー。まあ、こういう風な形になってますけども、どのようにお考えになるでしょうか。はい。私はこれを機会にね、核シェルターのことも考えながら、生活を組み上げていこうと思いますけども、やっぱり自分だけじゃなくて、家族のこともありますんでね。それから核シェルターって一回作っておけば、子から孫へ譲り渡すことも可能ですから、そんなに高いコストじゃないと思うんですよね。しかも核シェルターに耐えるってことは、南海トラフでも十分その機能を発揮してくれるんじゃないかなと思います。この核シェルター、まだ普及率が低いうちだから、多分施工も優先してくれると思うんですよ。これね、みんながみんな核シェルター欲しがったら、工事に5年待ち、10年待ちってなっちゃったり、資材が足りなくなったりとか、職人さんがいなくなったりとかね、様々な問題が起きますので、今のうちじゃないかなと思うんですけどね。じゃあ本日は以上です。